今日はこの画像を見てね、ジャンプのセールの奥位置ということで、ね、ちょっと解説します。つぶやき動画始まります。これジャンプね、この人結構ね分かってていいんですよなぜかというと、そこね、そこなんですよ。今日のポイントはね、セールの場所なんですよ。でちょっと説明していきましょう。で今ねこれちょっと書くと黄色で書きます。マストのトップ、あ、違う、これこっち、こっち、マストのトップからルームエンドからこういう感じ。これもうちょっと太く書いた方がいいかな。ちょっと太く書きましょう。こうね、でセールのパワーポイントは大体この辺なんですよ。そうするとどういうことが起きるかというと、セールのパワーポイント、こういう感じね、ボードのセンターですね、この辺ちょうど真ん中にある、これがいいんですね。でこれね、一般の方がどういう方かって、一般の方のジャンプってほぼね、こういう感じなんですよ。太いやつとか、こうなんですよ。だから結局ね、あの1回ねこうコンテンツで送ってるんだけども、10センチずらせる、本当は10センチ以上なんだけど、そうするとこれだとセールポイントここなんですよ。そうするとこれ上に絶対上がんないの、風下に流れるだけなんですよ。で引き込めないんですよ。引き込むと、なんだろう、コントできなくなっちゃうんですよ。これ大事、合ってないから、このパワーポイントここなんですよ。これのここのズレなんですよ、勝負で。ここのズレをどうするかっていうと、ここのポイントがもう一個最大のポイントがあるんですよ。このマストデを見てください。マストデ、マストデ、この遠いでしょね、言ってみるとかなり遠いでしょほらこれ見てください、マストデを。マストデチェックですよ、はい、ここの位置になります、ね、一般の人はここにあるんですよ。そうすると絶対に、そうするとマストって赤いラインに行っちゃうんですよ近いから体のでしょっていうことなんです。だからここが最大のポイントで、そうこれをやることによってずれることってジャンプは安定するんですよ。だってドラフトが安定するから、セールのパワーポイントが合わせないんですよ。これ赤いラインだと、これドラフトの位置が合わないんですよ、合ってない。だから引き込めないんですよ、コントできないんですよ。引き込むとマストが立っちゃって向こうに飛んでっちゃうんですよ、逆言うと。だから怖くて引き込めない。黄色のラインで引き込むと、実言うとここで風のパワーがしっかりして安定してフッて浮くんですよ。だからこれがね、浮遊ジャンプの特徴なんですね。だからそのポイントはこのマストで今あるってことなんですね。そこですね。でまあついでにちょっと言っちゃうと、本来ね、本来っていうことはないんだけど、この腰の位置ありますね、この腰の位置ね、これが今ここです。これがあとここに来たら完璧です。まあここまで必要ないかここまで必要ないけど、本当にこうあと10センチ、20センチ、あと20センチ風上にずれたら引き込みが強くなって、浮遊ジャンプでもっともっとコントロールできます、ものすごい上がりますっていうところです。今回はね、この写真のこの黄色と赤のライン、ここのポイントね、自分がどの位置か、だからほぼあの一般の方のを見ると、赤なんですよね。でたまに右側来すぎちゃうと裏風が入って落ちるっていうね、このパターン、これは右側に行きすぎなんですね、実言うとね、これはマストデが近くて右側に行くと体もこう前のめりになっていっちゃうんだね、逆に。だからこうこの後ろ足のとこに腰が落ちないですね、もっと前行っちゃう、横乗りになりすぎ。これはな、横乗りっていうのは平水でロングジャンプの時に結構使うんで、海で高く上がるっていうジャンプにはちょっと向いてないっていうところです。以上です。もっと詳しく知りたい方はリクエストください。そうすれば、もっとしっかりと、もっともっとしっかりさ、なんか説明します。まだちょっと言い足りないのでね、本来はね、っていうところです。頑張ってください。